愛なんか捨ててかかってこい。はあ、胸のポーズ。チャージアップ。宇宙、それはどこまでも広がる暗黒空間。無数に瞬くは星の海。その中にパンデモという星がある。長い歴史と発展した科学を持つ宇宙先進星である。されどパンデモは今滅亡の危機にさらされていた。隣人拒絶社会、絆も子孫もろくに生まれず、パンデモ星は緩やかに死へと向かっていた。そんな事態を救済すべく、パンデモから一隻の船が飛び立ったのだ。パンデモ帝国特殊部隊コマンドールズ所属のその船は、星の現状を変えるデータを得るため、とある星を目指し空をかけていく。乗員しているのは、驚くなかれ、軍学校では落ちこぼれとされていた二人の軍人だ。ウサマエル隊員、コードネームビータン。活力にあふれる一方、命令違反が多い。カメリエル隊員、コードネームカメポン。冷静だが融通が利かず、柔軟性にも欠ける。彼女たちが真に評価された理由、それは親友と呼ぶに値する殊勝な人間関係を自然と築き上げた稀有な例であったからだ。小さな体に母性を救う使命を背負ったチーム、その名も
撃ピクシーチーム。あと少しで到着するんだね。気合が入っているな、ビーター。さすがの、もちろんだよ。タッチキルの女の子めちゃくちゃ可愛いんだもん。資料少しでもお前に期待した私がバカ。え、期待？カメポ、もう言ってくれればよかったのに。カメポ、何の話をしてるんだ。うさぁ、耳引っ張ってやだよ。カメポ、何をしているのかね、君たち。アルマルス司令官殿。あら、聞いてくださいよ司令官。カメポンが遊んでいるようなら今からでも晩でもせいに帰るか。私たちを拾ってくる。そうそう、チキビーは黙ってろ。まあいい、君たちの性格も知った上であえて選抜したのは私。申し訳ありません。ビーブーブー、ビータンだって任務は真面目にやるつもりだよ。地球の女の子のカメポンの任務。やめろ。あいだだだだだだ。まったく。周りの人に。お前の場合は興味があって、でもカメポンはそう、ただの腐れ縁だ。ブーブー、いけず。その腐れ縁こそが君たちが軍学校で落ちこぼれと言われた抜擢の理由。うん、拒絶社会が続く現代、未だに全てを一人でなそうとする者が称賛するが、私は他人を必要としぬ君たちなら、それを意識するまでもなく理解している。はっ、女の子であります。良い返事だ。いや、興奮しますね。ビータ、仮にいたとしてもお前にはどうにもならないだろう。ということは、いつまでもくだらないことばか。あそこに見えてきたのは、あれこそが。でした。ピクシーチーム潜入先の国内では独り立ち政策なるものが行われていて、赤の他人が一つ屋根の下に集まって共同生活。そういうことだ。潜入先はそんな寮の中の一つ。まずはリリーバットに潜入し滞在基地を構築せよ。ラジャHuh!
動。姉貴、ここん、どうしたみ、姉貴じゃないんだから。一日中お腹、また私のパソコンの電源コード、おかげでパソコンが強制電源オフ。昨日あのエッチーゲームのことか。でもミサ、パソコン、マレッチ、パソコンとかよくわかんない。おバカのテンプレみたいなセリフを。俺には節約の方が大事なんです。まあまあ、なんか食べ物で機嫌が治るのは。あらあら、二人とも、あ、甘っ。姉さん聞いてください。あ、パソコンつけっぱなしのミサも悪いだろ。これよし、お姉ちゃんに任せ。はい、任せろって。ミサちゃんのゲームが消えちゃだったら、私がミサちゃんが進めたところまでやってあげる。う、それは、あ、甘ネーミはミサのゲームはハードルって大丈夫だよ、これで。いや、絶対やったことない類のゲームですから。大丈夫、任せて。それじゃあ早速始めよう。ま、待ってください。お、なに。あ、嘘さ、今の話こそ嘘っぽくない。いやいやいや、姉貴がパソコンを大事にするんだから、姉さんの手を借りる必要はないんです。あらあら、そうだったの。ミサ、本当はデータ。そうですけど、ここ姉さんにあれを。だね、ピンクすぎるからな、あれは。私もパソコンずっとつ。うわあ、もしかして今の話。うん、でも二人とも仲直りしてよかった。そうだね。なんだか気恥ずかしいです。ミサちゃん、どこ行くの。ゲームのお供にお菓子買ってきます。あ、私。こらこら、アマネーはダイエット。もうそんじゃ私は買い物行ってきます。うん、行って。それじゃあ私は。どうやら争いは。B、 ふわふわ系お姉さん佐藤あまよ、よりどりみどりですな。バカなこと言ってないで。ああ、そうだった。さて、一人で滞在基地を作る。ああ、冗談だよ。できたと言っても、宇宙船を偽装したくらいだから。十分詰めるもんね。ピッ、まだ言ってるのか。どうやら無事に基地をこ。あ、司令官。はい、潜入構築共に。結構だ。それでは早速君たちに。演習ですか。ああ、資料でデータは頭に入っておくに、君たちに支給されたハッピー弾は実。ハッピー弾、地球人に幸せを与えるため。幸せを与えるって。それを知るための演習だ。ええ、キッチンに。それではピクシーチーム、練習任務として寮生。ラジャー。女の子の部屋に。言わずとも分かっていると思う。超壁に耳あり。私はアルマルスだ。現地のことわざ。はっ、宇宙平和法の存在ですね。私たちが見つかって大事になれば、銀河。任せて、見つかっちゃダメ。パン。お、よし、や。ロード中だ。
何かもしかしてポルターガイスト？よくもしかしてポルターガイスト？今何か聞こえた？このままなら。Reload。
よし。ご苦労。どうやハッハッピーダム、うん、今後もその了解であります。夢が広がるね、カメポン。これからは部屋での無防備な姿もお出かけのおしゃれな。私とお前を一括りにするな。クレプソーダ、今お出かけのおしゃれな姿と言っていたが、え、なんでですか。司令官、ビータンの言うこと、寮の外で天谷殿が調査じゃなくて単なるお前のが、その寮の中では君たちの宇宙船から発せられる生命適応装置が働いている。外に出続ければ数分後にはビータン、ずっと寮で聞き分け、命あってのガールズウォッチングなので。そうだな。え、カメポン。ああ、た任務に関係ない無駄口を叩いたらどうな。あ、そういうのはいらないです。遠慮するな。さ、そうとき、うっしゃー、カメ、まあ、仲が良いのはいいこと。これから半年の間毎日生態調査、他に私から任務を言い渡すこともあろうが、それはい、ビータの人格教室ビータ期待しているぞ、二人とも。さて、早速だが、まだ天与殿の下着もあつ、はい、頑張ります。 Now loading。 寮内異臭騒動、原因を大捜査。うっ、気持ち悪い。おや、ま、いや違って、拾い食いでもしたんで。もうキラちゃん、お腹壊すから。いくら俺っちでも道に落ちてるものは食べない。そうじゃなくて、に、ああ、匂い、この甘ったるい匂いですか。ここす、なんで平気なのさ。昼作った子、私は姉貴ほど匂いやくね。つる、原因は何なんでしょうね。わかんない、料理のに、キラちゃん大し、ああ、心配しないで。あ、まね、俺っち部屋に戻るよ。行っちゃった。まあ本人もああ言ってますし。うん、謎の異臭騒ぎ、 B はどう思う。一生懸命嗅いだらカメ、当たり前だ、私たちパンデ、地球人ずるい、嗅覚って。ビータンもカメポンから叩いて、嗅ぐな、気持ち悪い。嗅覚があれば寮の中に、司令官、お疲れ様です。さ、 B、 司令官、気にしなくていい。それよりカメポン、はい、先ほど場所はロビー。あ、なるほど、体調不良を起こしているのはトディキラ。いや、万が一住民の生命を脅かす任務だ、ピクシーチ。異臭の原因、ラジャ。でもめちゃくちゃ残念なことに、ビータ宇宙船に匂いの成分を分析する機材、機材頼りですか。それじゃあ、何の話だ。いつもの盲点です。了解、気持ちを切り替えて、任務だバカ。ロード中だ。ミサ殿は寮の至る所で匂い、ああ、とはいえ匂いの発生源さえ分かれば、お、匂いの強、それがこの機材、匂いの成分を分析すること。じゃあ結局ビーターたちが発生源を見つけなきゃ。お前それ、まあとにかくキラ殿がいるかミサ殿がいるか分かんない。楽しみです。少し近藤もほどほどにしろ。え、体に、
それってどん…いたたたたたた腕が…わかってくれたかい？よっしゃよっしゃギブギブギブアップです。ロード中だ。まだゲームは慣れないな。このカサカサする音は。俺だっておしゃれするし。もしかして、ジNo energy.
かりふんせ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 かりぬはっ
何か聞こえた？もしかしてポルターガイスト？Shower it up.Thank you.
なんか聞こえた気が。なんか聞こえた気が。どうするっすか。シャルジャブ。なら、ここまで匂うのか。でもダイエットはうまくいってるって言ってたよ。もしそんなに食べているとしたら、お菓子の味だとか。言うじゃん。うっさっさ。それじゃ。ああ、今度は匂いを。
Surge. Yes!
Be quiet. 確かに何か聞こえたような。うんせ、うんせ、うんせ。うわ、よかった。うんせ。気のせいか。よっ！たはっ！たはっ！よっ！たはっ！たはっ！よっ！あ、ひらめいちゃったかも。ここがおかしいのかな。Sarita.Yes! Hi! Yes!